こんにちは、元気ママキッチンへようこそ。今日はあの話題のスイーツ、はい、まず材料ですが、パンはですね、このコストコのテーブルロール使いたいと思います。あとはね、レーズンパンもね、そして生クリームを 200cc とマスカルポーネチーズ、あのティラミスとかにね使うやつ、きび砂糖が 60g、まあ甘さはね、加減してほしいんですけども、今日は 60g きび砂糖を使います。そして、これ、お玉。お玉じゃない、ボール。これ、ボールはよく生クリームをね、泡立てるときは、下に氷水とかに当てることが多いと思うんですが、もうね、私そういうのがちょっと面倒だなって思うことも多いので、今日はこの、ボールをね、冷蔵庫で冷やしておきました。じゃあ早速クリームを作っていきたいと思います。では、まず、冷たいボールに、生クリーム。今日は純脂肪のね、生クリームを使ってます。マスカルポーネが入るから、植物性のでもいいんですけど、できれば純脂肪の方が美味しいかなと思います。そこに、もうね、きび砂糖をジョワッと入れます。そして、泡立て器でいきます。結構柔らかめに、トローンとするぐらいでいいですよ。このぐらいでいいかな。クリーム状。ポトって落ちるか落ちないか、こういうクリーム状で、ポトポト、まだポトポトね、落ちるかなーぐらい。角はもちろんね、立たない。へとーんとへたれます。このぐらいで一旦止めておきます。本当はね、生クリームとマスカルポーネをね、別のボールでね、泡立てるといいんです。泡立てるっていうか、混ぜるといいんですが、ボール2つ使うって結構私にとってはハードルが高いんで、もう1個でね、仕上げます。でも私もね、10年以上このレシピでやってますけど、特にね、失敗とかないからね、大丈夫ですよ。じゃあ、今、マスカルポーネチーズを入れました。そしてね、軽く泡立てていきます。すぐにね、しっかり生クリームと馴染むので、ほら、もうどっしりした、もうね、クリームがすぐできちゃう。ほら、ね、もうほら、逆さにしても落ちないぐらい。結構すぐにこのぐらい固まります。ちょっとこれ30分ぐらいね、冷蔵庫で冷やしましょう。まあ別にね、冷蔵庫で冷やさずすぐにね、塗ってもいいんですけど、パンを切ってる間だけでもね、冷やしておいてくださいね。で、パンは斜めに切っていきます。斜めにこうブスブスっと、斜めに。普段お弁当とかでも、例えばチーズパンとかウインナーパンとか作る時も、横でもなく縦でもなく斜めからね、切るといいですよ。私いつもそうしてます。そうすると食べやすいしね、挟みやすいし、こう具材が落ちにくいですからね。はい、ではクリームを挟んでいきます。こういったバターナイフ、バターナイフにね、クリームをいっぱいつけて、もうえいっとね、思い切って挟んでいきます。これえいっとね、えい、そしてツーっと綺麗にいっていきます。落ちた。なかなかね、撮影しながらって難しいです。よいしょ。まあ基本私はね、不器用です。なのでね、パティシエのね、方のようにはできませんが、まあいいんじゃないですか。ご家庭だったらちょっとごわっとしててもね、クリームが。あとでこの辺はね、ちゃんと拭きます。まあでもこれはうちの男たちはギャーギャー言いそうですね。普段このクリームは私はパンケーキとかに使ってます。とってもね、美味しいんですよ。パンケーキにね、乗せると。普通に生クリームで作るよりもコクがあって、もうこれはね、かなり大昔からこのレシピで作ってます。クリームはね、もし余ったら冷蔵庫でね、2、3日は大丈夫なので、パンケーキとかにね、使ってくださいね。ちょっとティラミス風にね、ココアパウダー振ってもいいですね。どうよ。なんか、左官屋さんとかって、やっぱ、相当な技術ですよね、あれは。
いやすごいですよ、左官屋さん。左官屋さんとかの作業を私ずっと見てるのが好きなんですよね。まあいいんじゃないですか。コストコのパンの方はね、結構作りやすかったですね。カパッと開くから。まあでもいいですよね、家庭なんだから売らないし。ちょっと冷やしとこうかな。すごいな。冷やしておきます。じゃあ私はいちごを食べてみようかな。はい、では早速いただきます。少しね、冷蔵庫で冷やしました。どれどれ。想像以上に美味しいし、クリームがマスカルポーネが入ってるんで軽くてコクがあります。あ、美味しい。これ少し冷蔵庫で冷やして、パンが少ししっとりしてきたぐらいが美味しいかなと思います。なのでね、1日2日は大丈夫じゃないかな。うん、もうこれ顔見せらんない。めっちゃ美味しいです。よかったら皆さん作ってみてください。結構ね、このレシピは甘さは控えめなので、もう少し甘くしたい方はお砂糖を増やすか、練乳をねちょっと混ぜても美味しいと思います。じゃんじゃじゃーん、じゃん、私の作ったこのブサイクなマリトッツォ、ちょっと今日はお客様に食べてもらおうと思います。甘夏ちゃん、はい、食べてください。今日はね、うちに遊びに来てくれました。かわいいかわいい後輩です。おいしい。おいしい、うん、コーヒーもどうぞ。はい、どんどん食べる。あ、食べて食べて。ねえ、もう年の差19歳。甘夏のお菓子作りというね、チャンネルでね、おいしいお菓子をたくさん紹介してくれてます。シュークリームみたいに食べるのが正解？わかんないけど、ね、でもなんかガブって言ったら絶対ね、ピシャって、うん、すごいよ、さっき私顔中クリーム、なるでしょ、うん。なっちゃん、玉ねぎ取ろう。おいで。じゃあさ、これさ、そうそう、これかな。そうそうそう、おお、取れたね、かわいい新玉ねぎ。あ、これはなんか取れた、うん、後で洗おう。後で洗おう。おー、大きい。おー、大きいよね。立派だね。うん、できたね。取れた、取れた。あ、じゃあ、ちょ、持って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 。1日経ったマリトッツォ。お父さん、いかがでしょう。これは。パパ、相当気に入ってます。レーズンパンにも合うよね。甘さちょうどいい。このクリームでフルーツサンド作るとめっちゃ美味しいと思いますよ。ちょっと目を離すとパパ2個目いってましたね。こっちはコストコバージョン。コストコのも相当美味しいそうです。